夏の日の夢、遠い遠い渚に捨てよう、ソングリバー、これ全部丸々この4階まであるんですけども、3階が会場になります、そして今なんかあのはしごを持った人出てきましたけど関係ありませんね、そしてこの前の道を大通りはあのメジャーな道なんですね、新大橋通りという、はい、右の方にゆっくり移ってください。新大橋通りです。で坂が見えてきます。あれ隅田川の橋、あれは新大橋という大きな橋なんですよ。分かりやすいですね、あの橋を渡ったら江東区になります。そしてまた元に戻ってきましょう。ゆっくりとゆっくりと戻ってきて、ソンゴリバーがメイン会場、3月19日およびこれから、毎回ですね、ここは会場としてやります、前に浜町2丁目というバス停があります。これも分かりやすいですね、新大橋という、次は新大橋という、なんていうか、バス停か、まあ、とりあえずこのバス停は浜町2丁目、はい、左に移っていきます。左にずっと行く、この新大橋通りの左に行くと、はい、そして今なんかでかい、今日はマラソンの日だったかなんかだけども、でかいバスが止まってますけど、あれ浜町の交差点です。この道をずっとこの道に沿っていくと築地の方、銀座の方に行くということですね。非常に分かりやすいです。ゆっくりと元に戻りましょう。
新大橋通り、はい、そうです。そうですね、新大橋通り、これから毎月ここが会場で、この3階で、アンディ小山 From Now On 今からここからトーク&シングルライブというのをやりますんでね、ぜひ来てください。よろしくお願いします。はい。